はい、お疲れ様です。大粒です。今日は後期2679年1月6日、今、初心者講習やってます。私、先生だったんですけど、各人事一人ということで、私のグループを開催しました。今日は日食、部分日食はやってるはずですけど、ちょっとカメラ映りませんで。日本人の皆さん、みんな国内をなんか、日本国内でしか考えないんですけど、日本は海外に比べたら日が長いです。クロスカントリースキー、午前中だけなんか一生懸命頑張って午後練習しない人いるんですけど、たくさん練習してください。これまあ今日教えた人たちには言ったんですけど、練習です。鍛錬ではなくて練習です。じゃあちょっと皆さんやってるの見てみますか。私が動画を上げてるのを帯広クロスカントリースキーの皆さんには言ってるんですけど、なかなか動画見てくれてないみたいで、クロスカントリースキー主にしかクラシカルテクニックとスケーティングテクニックとあるんですか。ちょっとスケーティングテクニックは体の動きと足の動きはアイススケートと同じですね。私がたくさん撮ったワールドカップと動画、高木美穂ちゃんとの動画を見ていただきたいと思います。こちら、スケーティングの基礎は歩くスキーですね。こっちクラシカルスキーでもいいんですけど、これが基本です。クラシカルできないことには指導員取れませんで、私指導員ですね。帯広は雪不足だったんですけど、昨日2センチ降りまして、ね、現在11センチ、どうにか練習できる状態になりました。スキーリングですね。日本人の皆さん、陸上競技の長距離の方法なんですけど、皆さん、なんか、鍛える方、持久力、なんか頑張る方に逃げるんですけど、クロスカントリースキーは、技術練習をたくさんやってください。勝手に持久力つきませんで。日本人の皆さん、なんか、上り坂ダッシュやるとするんですけど、スケーティングでもクラシカルテクニックでも、平地ができないことには上りできませんので。どか立てます。映りたかったら映っていいですよ。私のクラスは早く上がりましたね。実施で してくださいと。フォーム取って研究ですか。とりあえず講習会 の様子ですよみたいな。講習会の様子を皆さんよく見ていただいてるんですよ。とは言うのないかな。あと指導員の皆さんも言うこと、まあ、考えとかももちろん違うんで言うこと違うと思うんですが、皆さん教える側の人がとりあえずたくさん練習して、この人の言うことが自分に合うなというのを見つけて、で、あ、この人の考え方なんだのということで解釈してください。映った人とかここにかければよかったね。名前出していいかな。まあいいや。ビヒロクロスカントリースキークラブの教える人、大体選手としても優秀な人ばっかしですが、これちょっとなしで。ちなみに私、まあ、何回も言ってるんですけど、ファーストマラソン失敗させた指導者、指導者と、いや、選手としては優秀ですけど、指導者としては全然ダメで、選手としての力量と教える側の力量はまた別です。大迫傑さんの教えという人、誰だったかな、ちょっと名前忘れた。選手としてはそんなにまで主流じゃないですよね。ナイキオレゴンプロジェクトの総監督、サラザールさんですけど、あの人、オリンピックにはあんまり縁がなくて、自己ベストも2時間8分台ですよね、マラソン。
2時間8分台の人が教えたからって、まあ、2時間5分台、まあ、もちろん出てくるんですけど、オリンピックもいっぱいメダリストをなんだ養成しております、選手としての実力と教えるのはまた別です。教える方が難しいですね。ちなみに教えるのは私もあの動画個人差言い忘れるんですけど、まあ、とりあえず個人差、私の場合はこうですよというのを言えばいいかなと思います。まあ、一つそれぞれ、まあ、インターバルで速くなる人もいるんで、自分がインターバルで速くなったからってそれが全てとか思ってはいけません。人それぞれ違います。こちらも教えてるよ。私クロスカントリースキー始めたの30歳くらいです。若い時からできていいですよね。で、どっか撮ってます。はい、大塚さん来てます。わかんないかな。どっかにはいますけど、大塚さんいる？ちょっと姿わかんないですね。あ、向こうかな。いや、あ、いた、まあいいや。見てみよう、液晶、ちょっと液晶。大塚さん来てるかどうかわかんない。あ、ゆうこさん見てないですね、今日。見てない。はい。まあ、何分くらいかな。時間伸ばした方がいいんだけど、もうちょっと人が滑ってるの動画としてみますか。やめようかやめようかって思いながらやってるさ。結果的にたくさん練習してくださいね。結果的にたくさん。そうなんだけど。今日頑張って、あの明日明後日へばって練習できないとかじゃなくて、結果的にたくさん練習できるようにしてください。もうね、大義なの。いつやめよう、いつやめよう。はい。来るまでが大変な。今動画してるか、してる方、ああ。おはようございます。まあいいや。もうちょっと、いかがな。それでは、行って終わります。午後ワックスもまたやります。失礼します。